いや、ほんまこの靴ええわ。柔らかい。履けば履くほどがいい感じになってくる。あ、電話するわ。今日はね、一人でちょっと電車に乗って散歩しようかなと思ってましてね。で、嫁さんと子供はね、あの神戸に用事がありましたので、そっち行ってます。これか、これ曲がるか。で、私はね、ローカル線に乗ってちょこっとこう散歩なんですけど、電車、鉄道私はまあ鉄道のことよく分かってないですけど、北条鉄道っていうのはね、ローカル線がありまして、で、そこの駅に向かってるところですね、今ね。で、家から電車で行ってもよかったけど、めっちゃ時間かかるんで、でとりあえずその北条鉄道の出発地点の青駅っていうところに着いて、で、それから終点のね、北条町ね、駅、北条駅まで、まあ、電車乗ってみようかなと思うんですけど、電車じゃないな、多分な、エンジンやな。で、途中下車言うてもね、電車が1時間に1本しかないんで、1回降りてしまったら1時間来ないっていう現象に見舞われそうなんで、まあ、とりあえず途中で降りることはないと思うんですけど、とりあえず北条町までね、行ってみようかなと思います。で、そこで散策して、まあ、写真撮ってね。まあ、目的は写真ですけどね、スナップ写真をね、撮るために向かってるんですけど、で、久々にライカのね、デジタルカメラを出してきましたので、まあ、それでね、今日は撮っていこうかなと思います。青駅やね、これね。これ JR 青駅やけど、北条鉄道別なのかな。すいません。はい、どうぞ。ああ。はい、ここってあの北条鉄道じゃないですか。北条鉄道の駅でもあるんですけど、はいはい、ここの窓口自体は JR なんで、はい、北条鉄道ご利用でしたら、はい、そのまま入ってもらって、あ、こっちですか。あ、このまま入った。小銭橋の橋渡ってもらって、はい、一番向こうにちょっと低い方もあるんです。あ、そこはあの北条鉄道の乗り場で、はい、直接乗ってもらって、あ、そうですか。降りるときに料金支払いです。あ、はい、はい、わかりました。はい、はい、すみません、ありがとうございます。え、本入ってんの？あの階段の向こう側にあの線路ありますんで、そっち側に。あ、まだ向こうにあるんですか？はい。わかりました、ありがとうございます。はい、え、ちょっと、なんかすごいことなってんけど。何じゃこの木造感。久々にハッとしたな。すごい。今10時半やから。10時4分出た。次11時9分。電車来ない。電車？汽車？あれ。I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you.I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we own. はい、これかな。ドーナツ、クワガタはいかがですか？一日乗車券。はい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 、すみません。ドーナツ、カシラメシはいかがですか？はい、はい、ありがとうございます。あいにくの雨で、まあ、車内ね、まあ、上がってくれたらいいかなと思うんやけど、なんかこう古い町並みがあるみたいなんで、そこの辺りをね、行ってみようかなと。今電車こう来たからね、ここ降りてこの辺を行けばね、向こう行ってみたらいいかな。とりあえず行きましょう。Colorful one I could dream. You wake me up with a new
こう結構古いね、建物が。この岩とかすごいな、いい感じかな。手前の文字に合わせて奥まで入ってください。よいしょ。初めて観光地っぽいなんか名前の店が出てきました。街角で歴史街道って書いてます。I hope I don't scare you too much, babe. I wish to flatter not a lemonade. Since I met you, my life's like a train.雨が降ったり止んだりでね、なんか微妙な感じなんですけどね。お、今この感じはなんか普通の住宅街でしょこれ。着いてからあまり動画回してないんやけど、これといってねこれといってないんですよ。フジラテックスの看板なんか初めて見たな。面白いな、こんな見たことないな。ちょっとぐるっと一周回ってきましたけどね、なかなか難しい。撮ろうとしてるもんがね、意欲的には動いてるんやけど、まあ街並み以外にもね、こうちょっと目をやってみて、ちょっと目についたものと気になるものを撮ったりもしたんやけど、それでもちょっと微妙な感じですね。で、歩き疲れたんで、とりあえずもう、鉄道に乗って、で、ちょこっと駅を何駅か降りてみて、ほんで帰ろうかなと思います。とりあえず飯食おう、疲れた。日替わり定食すごい、ものすごい量と品数がすごい。池口で降りて、今から1時間時間があるんでね、さっき行ったやつの折り返しがね、多分帰ってくると思うんで、それをどっかで押さえたいなと思ってね、鉄道をね。で、狙ったのは、ちょっと歩いたんですけど、こちら、鉄橋、ちっちゃい鉄橋ですけどね、鉄橋で、背景に白い雲が出てるんで、天気悪いですけど、
ちょっと雨が上がりましたんでね、こんな感じでラスト今日を撮って帰ろうかなと思います。じゃあちょっと待ち構えましょう。もう10分ぐらいで帰ってくると思うんでね。よし、来ましたね。やべ、緊張してきた。何回も通らへんからね、もうこれで最後っすよ。あ、なんか電気ついてる、いい感じ見えるかな。ちょっとね、電車でして反対側からも撮りますけど、これ過ぎ去った後私は撮るのが目的。よし、行きますね。反射も入って、行けた。撮れたかな。いや、いいんじゃないですか。で、あいつはこっちにまた帰ってくるんですよ。でそれに乗って私は帰ろうと思います。あー、露出がわからんけど、なんとか撮れてそうですね。よし、とりあえず OK やな。はい、そんな感じで今日の目的は完了です。思ったよりもね、あの北条町の付近が、まあ、どこ散策していいかわからんかってちょっと広かってね、迷いましたけど、まあどっちか言ったらあれですね、やっぱり鉄道、北条鉄道を中心に回ってみた方が、あの簡単で分かりやすくて楽しいですね。私は北家口しか降りませんでしたけど、ちょっと朝から行ってね、いろんな駅に降りてみてね、こんなところで、この風景をね撮りながらとか、気になるところを撮ったりとかして、散歩するのも楽しいかもしれませんね。途中でね、おさ駅っていうところにね、結構カメラマンがたくさんいて、なんかイベントしてたみたいですけどね。カメラマンで、まあ趣味のおっちゃんですけどね。まあそんな感じで今日はこれで終わろうと思います。お疲れでした。帰ろう。結局ね、雨が降ってきました。よかった。さっきね、鉄道撮ってる時は雨止んでたんで、もうこのままね、明日晴れやったと思うから、あ、このまま上がると思ってましたけどね。